10月17日、J-HOPE は兵役を終え、正式に除隊となった。所属事務所は、以前、J-HOPE の復帰に関して、特別なイベントはないと発表していたが、この日、グループメイトのジンが、基地に彼を迎えに向かった。日本、イタリア、ブラジルなど世界中から多くのファンが集まり、二人のスーパースターを一目見ようとした。J-HOPE はファンやジャーナリスト、そしてもちろん、除隊当日に彼を迎えに来たジンに感謝した。最後に、もう一度軍服を着た J-HOPE は、10月17日に基地から出てきたとき、満面の笑みを浮かべた。ハイブ本社に戻る前に、BTS スターは、短くも優しいスピーチを行い、兵役期間中に応援してくれた ARMY と、現州の住民に、感謝の意を表した。バイカマン。일단너무감사합니다건강하게잘전역했습니다정말감사합니다일단은이먼길와주신또기자님들께가장먼저감사인사를드리고싶습니다그리고또정말팬여러분들덕분에제가건강하게그리고무사하게잘마칠수있었습니다우리진영잘부탁드릴게요 진짜제가하고싶은이야기는1년6개월군생활하면서제가조교임무를수행하다보니까정말여러가지로행군을정말많이했는데그럴때마다사실원주이시민분들을굉장히많이마주칩니다그럴때마다정말항상이국군장병들에게인사를해주시고또응원을해주시는시민분들께도정말감사하다는인사를먼저드리고싶습니다정말너무너무감동이었고이뜨거운이감정을어떻게표현을해야될지모르겠습니다그리고진짜정말1년6개월동안느낀건정말나라를지키기위해서정말많은국군장병분들이이노고와이헌신정말이나라를위해서많은것들을하고있으십니다그래서그런분들께우리국민분들께서좀뜨거운관심과사랑을해주시면은더욱더큰의미가되지않을까라는생각이듭니다기다려주셔서너무감사드리고정말큰응원과성원그리고사랑주셔서감사합니다건강하게잘전역했습니다감사합니다충성감사합니다